社長も変わられるということで、うん、まあ、どういう方向性を示されるのかなということで参加させていただきました。今年のトヨタ自動車の株主総会は例年にない動きがありました。一つは豊田章男会長の取締役選任について、議決権の行使を助言するアメリカの会社が客観性や独立性に懸念があるなどとして株主に反対を推奨していました。トヨタ自動車によると確認が取れる2010年以降初めてということで、過半数を超える賛成で豊田会長は取締役に選任されました。一方、18年ぶりとなる株主提案が出されました。オランダなどヨーロッパの複数の株主が共同で気候変動対策に関する情報開示の充実などを求めたもので、トヨタは提案が求める内容は2021年から実施しているなどと説明し、議案は否決となりました。また今後の電気自動車の展開などについての質問に、バッテリー EV の需要を満たしていきたい、2030年には350万台を目指すと回答しました。価格が最も心配だね。 EV の、 あのスピードが結構速いじゃないですか。競争相手がやっぱりかなり激しいと思うので、まあ、その辺、ね、どう対応するかっていうのはまた今後の情勢を見ながら気になると。佐藤浩二社長は継承と信頼が大切、全身全霊でトヨタを進化させていくとしています。